Les prochains concurrents. Representing France, Florent Amorio. グランプリファイナルに向けた争い、この人にも注目です。フローラン・アモディオ、フランス。スペイン出身のクラシックギター奏者ペペロメロのファルーカス、ヨーロッパ選手権2年連続表彰台、2シーズン前は優勝も果たしています。アモディオ4回転のサルコーステップアウトですね。前半にステップを持ってきています。珍しい構成になってますよね。はい、今演技の後半に入りました。今シーズンからはショートでも後半のジャンプ基礎点 1.1 倍、2つのジャンプを後半に入れていくってことですね。これは新しいルールを十分に生かしていこうというアモディオの挑戦です。その分リスクもありますからね。トリプルルッツ、トリプルトーループ、ステップアウトですね。場内静まり返る中でトリプルアクセルをここに持ってきます。トリプルアクセルも手をつきました。ジャンプは3つ全て着氷やや乱れました。オーディオの挑戦的なプログラム、ジャンプがそれぞれ着氷が乱れました。そうですね、はい、大きく転倒っていう感じではなかったんですけど、ちょっとずつ乱れてたので、はい、やっぱりこの後半にジャンプを飛んでいこうっていうことで、よっぽど自信ないとできないと思うんですけど、はい、まあ、フリーの後半 1.1 倍っていうよりも、実はショートの方が、はい、エレメンツが短い時間に詰まっているので、ショートで後半というのは実はすごく大変なことなんですよね。そうなんですね。冒頭この人は4回転サルコーです。回転は大丈夫ですかね。はい、まあ、ですから後半にジャンプを入れるということは、その分こう、ね、ステップが序盤に来るというね。そうですね、はい、今のルールだとステップも結構体力使うので、その後にまだジャンプが残っているという、はい、まあ、ただこうしてこう新しいルールを十分に生かそうという。そうですね、これで決まるようになればそれなりの得点も出ますし、はい、でも見ていてやっぱり最後にジャンプが残っていると緊張して見る方も楽しめるので。そうですね、これは2つ目の、これもほんのちょっと、はい、弾かれてしまったんですけど、これだってちょほんのちょっとなんですよね、はい、チェックのタイミングが遅れたっていうだけで。
現在織田信成が唯一の80点台でトップに立っています。フランスのアモディオのショートプログラム、得点は 74.61 という得点はここまで滑った中では3位。織田信成が唯一80点台でトップをキープしています。